本日のお題はこちら。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が扱っていくわね。今回のレーダー照射問題の件って、2023年6月7日の記事で書いた件ってことでいいのか？一応その件なのだけど、あの時点でのウプ主の掘り下げが浅くて見落とし部分があって、この見落とし部分を考慮すると、元記事とは少し内容が異なってくるので、その件を扱うことになるわ。何か新しい発見があったってことか？というより、もともとの不可解さはある程度消えたけど、新たによくわからない部分が出てきたというのが現状ね。なんだ、じゃあ結局、わからないってことじゃないか。ある意味ではね。本編で詳しくやるけど、日本はレーダー照射問題の件自体にこだわっているわけではなくて、もっと重大な問題に関心を持っているってことよ。対応に相変わらず意味不明な部分はあるけど。なるほど。そんなわけでそろそろ本編へ行くわ。で、まずは現状説明ってことでいいのか？そうね、漠然としてしか把握していない人もいるでしょうしね。まずはこちらから。こちらの2023年6月4日の記事によると、4日にマレーシアで日本の防衛省と韓国の国防省が会談し、韓国海軍艦による海上自衛隊の哨戒機への火器管制レーダー照射問題に関し、類似事案の再発防止に向けた協議を加速する方針で一致した、と書かれているわ。で、ここで問題なのが、韓国側は、レーダー照射をしていない、むしろ日本が威嚇飛行をしてきた、という態度を変えていないことね。ああ、韓国側が態度を改めないようでは、そもそも、再発防止、も何もないってことか。韓国側の主張の問題点については、過去動画を動画説明欄に貼っておくので、そちらを参照してもらうとして、次はこちらね。2023年6月5日、シンガポールでの会談の翌日の読売の記事なのだけど、その中で以前から指摘しているように破棄どころかそもそも問題なく機能していたジーソミアを韓国側が、破棄通告の撤回、をし、また2010年までまるで問題にしていなかった旭日旗を韓国側が容認するようになったということが書かれているわ。その上で、気になるのが読売のインタビューに防衛省幹部が、前政権で起きたことに、いつまでもこだわるべきではない。二度と起きないようにすることが重要だ、と答えていて、一見するとこれで、手打ちにした、と取れる発言をしているのね。いや、これ実際、いつまでもこだわるな、と言っているわけだし。事実上日本が、引いて、手打ちにするだけでは？これね、ウプ主も見落としていたのだけど、去年までに出てきていた情報を合わせると、事情がかなり変わってくる内容で。ヒントはこの読売の記事の最後の、韓国軍は照射問題後、二度警告しても近づく自衛隊機には、現場の判断で照射を認めるという他国軍と異なる、対日指針、を設けた。韓国政府は今後の協議で、指針撤回も含めて対応を検討する方向だ、という部分よ。どういうことだ？これに関して、次の2022年8月の記事を見てほしいわ。レーダー照射問題の騒動の最中の2019年2月頃、韓国側が、日本海上哨戒機に対して現場指揮官が追跡レーダーを照射するなど積極的に対応するよう指示をする指針というものを作ったという話が出てきていたのね。で、これが中国やロシアや北朝鮮に対してよりも強硬な指針で、韓国軍内からすら日本と戦争をしようということか、と、この指針を作ったムン政権に対して批判的な意見が出ていたそうなのね。ムン政権は日本を仮想敵国扱いしていたってことだよな、これ。で、対中、対北を考えた日米間の連携をする場合、この韓国の対日指針はかなり問題で。防衛省は、この指針が撤廃されなければ連携などできない、という方針だったようで、それを受けて韓国側は、韓日関係とともに全体的に検討しなければならないのは確かだ、と。この指針を撤廃する意思があると受け取れるコメントをしていたのね。ああ、今回の件はレーダー照射そのものが問題だったのではなくて、このあからさまに日本と敵対する、対日指針、が問題で。2023年6月4日のシンガポールでの会談で、この指針の撤廃が約束されるのを受けて、韓国側と、
類似事案防止で一致したとなったと。それが違うのよ。は？次を見てもらうと、韓国の国防部関係者が、会談翌日に、我々がある特定の措置を持っているか持っていないかに対しては話さない。撤回措置に対する検討はない、と、指針の撤回を否定してしまっているのよ。ちょっと待て、韓国側は、中国やロシアに対してよりも強硬な対日指針をそのまま、日本との関係改善ができたとか言っているのか？そう、だから最初の方で紹介した防衛省幹部の、前政権で起きたことに、いつまでもこだわるべきではない。二度と起きないようにすることが重要だ、が不可解なのよ。こんな指針があって、今は良くても将来的に余計な不安要素を抱えたまま、何が関係改善なのかというね。つまり、ムン政権が作った無茶苦茶な指針がそのままのせいで、日韓はいつ爆発するかわからない爆弾を抱えたままということか。そういうこと。それでね、日本政府がどういう方針なのかはよくわからないし、現状だけでは何とも判断しようがないけど、韓国社会の価値観的に今後問題が真っ当に解決されることがないのだけははっきりしているのね。なんでだ？以前も紹介した次の記事にあるように、韓国人は、ルールは守られるべき、という認識はあるのに、誰もルールを守らないのはなぜかという疑問について、周りが決まりを守らないから、自分だけ守るのはバカバカしいと考えている。自分が決まりを守らないのは自分の責任ではなく他人の責任だということだ。韓国は自主的に責任を取るとバカを見るので、反強制的に責任を取らされる社会のように見える、と書いているのね。これどういうことだ？要するに、周りが誰もルールを守らないし責任も取らないのに、自分だけルールを守り責任を取れば損をするだけ、という考え方があるのよ。そして次の記事を読むと、記事によると、韓国人の司法に対する信頼度は OECD の調査対象42カ国のうち39位と、非常に低いという結果が出たとしていて、その原因は司法判断が社会的地位やコネや資産の量によってコロコロ変わり、信用がないからだとしているのね。その上で、信頼の不在は、私たちの日常でも同様だ。嘘をついて相手を騙す詐欺や偽証などの発生率は、日本に比べ数十倍から数千倍も高い。他人や公的制度に対する信頼のない場所では、皆が皆に対して狼になりやすい。不公正かつ不透明な社会の規則に対する疑心は、社会構成員たちの怒りと恨みを増幅させる、と書いているのね。この情報を総合すると、韓国社会では、ルールを守ったり責任を取ったりすると一人負けするから、そんなことはしない方が良い、という風潮があり。それは他者や制度に対する信頼がなく猜疑心が蔓延しているから、不正を行うハードルが低いことが原因にあるってことか。そう。で、これは韓国人の外交に対しても当てはまっていて、彼らは基本的に他者への、信頼、というものがないから。自分たちの過ちを認めたり責任を取ったりしたら、それこそ、自分たちだけ損をする、という考えが根底にあるのよ。他国も韓国と同じはず、だから。だから慰安婦問題や徴用工問題なんかの、ムン政権のやったことは、ムン政権のせい、として認めることができても、軍のやったこと、としてのレーダー照射問題の過ちを認めてしまうと韓国全体の問題になるので、韓国だけが損をする、と思い込んでいるから、決して過ちを認めることはないと。この件の場合、軍内部に現在の韓国与党、国民の力、とのつながりが強い人物がいるから、内輪に責任が及ぶようなことはできない、という要素もあるでしょうね。以前から説明しているように、韓国は遅延や血縁や学閥の意識が非常に強い社会だから。これ、要するに以前紹介していた、韓国人の信頼関係は本願という小さなコミュニティの中にしかなく、それ以外とは致命的な断絶がある、という事例とリンクしているよな。そうなのよ。だから日本側が、譲歩、や妥協をしたところで、彼らがそれを受けて、双方妥協して手打ちにしよう、なんてことになるわけがないのよ。ああそうか、信頼自体が存在していないから、そういう日本側の態度も、疑いの目で見る、わけか。なので、今回の日本政府の対応は、
一般的な外交として並むような対立を回避し再度の信頼を構築するという意味の選択肢としてありだけど、対韓国で見たら不可解なのよ。どんな形であれ、以前のように韓国の態度を多めに見ることはないという意思表示をした上で、指針の撤廃を第三者立ち会いの場で現地を取ることね。それが結果的にさらなる問題の発生を予防することにもつながるわけだし、あとはこれを善意も敵意も向けずに無味乾燥に事務的な態度を徹底して粛々と行うことね。なるほどな。あと詳しくは動画説明欄に過去動画のリンクを貼っておくので、そっちを参照してほしいのだけど、彼らは自分たちは最初から存在する普遍的な正しさを選択していると考えていると解説したわよね。ああ、以前から何度も説明しているな。この正しさを彼らは何と表現しているか、彼らの考え方を知る上で非常に重要なのだけど、彼らはこれをよく人類普遍の正義と呼ぶのよ。実態はその時の感情的利益でしかないんだよな。そう、それを彼らは人類普遍の正義と呼んでいるの。彼らがいかに遠い存在かをよく表しているでしょ。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。ところで、前回の動画について少し補足があります。前回最初に紹介した、アラタニスというページ、あそこで記事を書いているのは、マスコミの記者ではなく、記者志望の学生です。なら、マスコミがそう言っているというのとは違うのでは？そこが重要で、あそこを観察していると、記事内容に特定の傾向があるんです。特定の傾向ってなんだ？まあ要するに、現役記者が気に入りそうな模範的な記事しかないんです。それってつまり、記者志望の学生が模範解答で現役記者の覚えを良くして就職を有利にしようという一種の就活サイトってことか。そういうこと。なのであそこに掲載されている時点で、少なくとも読売と朝日と日経の記者が気に入る内容という意味で、業界のスタンスと言えるわけです。なるほど。そんなわけで今回はここで終わるわ。また来週。